ちゃん、お話はいいけど、パンを振り回すのはおよしなさい。女の子はお行儀よくしなくちゃいけないわ。それでね、それでね、リアがね、リアがね、チャチャ、ごめんなさい。学校に行ってもチャチャはちっとも大人にならないのね。ですね。エリザベスの方がよっぽど良い子です。ああ、だってエリザベスは急がないとまた遅刻ですよ。ああ、先生の鞭でビシバシだ。あ、いただきます。まったくおてんばなんだから。本当ですね。でもそれがチャチャの可愛いところなんですけど。しかし奴らがチャチャに目をつけたのはどうやら間違いないようですね。そうです、チャチャの始末にだいぶ手こずっておるようだな。いえ、あんな小娘ごとき、この宗月めが本気になればちょちょいもちょいでげす。ただそう。ただ何なのだ。いや、ただそのは、敵を知り己を知らば百戦危うからずと申します。つまり慎重に確実に丁寧に小娘を葬り去るために、今まではあの小娘の弱点を探っていたんでげすでげす。なるほど、弱点をな。そうです、小娘の弱点は見つかったのか。イエス、まずはお聞きください。チャチャが入学する魔法学校に苦心の末スパイを送り込みましたレゲス。うちの組の新入りだ、可愛がってやれ。いじめたりしたやつは無知でビスマンしやるぞ。チャチャとシーネちゃんは魔法使い、リーヤは狼男だそうだ。狼男は他にはいないが、魔法使いは魔法使い同士。黒ずきんのやっこちゃん、仲良くしてやれ。はい。あ、女の子の魔法使いだ、嬉しい。貴様ら一人ずつ自己紹介を兼ねて何か芸をやれ。芸？面白くなかったら無知でビシバシだ。心してやれ。まずリーヤ。俺から？腹くくってやれ。よし、強い子良い子のリーヤだ。好きがなくても狼になれる。こりゃ、犬じゃない、狼だってば。ああ先生ずるい、抱っこさせて。次シーネちゃん。はい。見てよ、花いっぱい、お花、しまった、うちでミシマシーだ。シーネちゃん、ビューティフル。次はチャチャ。はい。どうしよう、きっとラスカル先生は可愛いの、綺麗なのが好きなんだわ。どうしよう、どうしよう。そうだ、ウサギさんにしよう。出よう。もしここでウサギが出ないで、ウチなんか出たら、ウチでビシバシ。こういう時にはわざと違うものを言った方がいいんだわ。出よう、ウチ。ウチ、ウチ、ウチだ、ウチよ。その取り巻きのおよその力量を見極めた上で、次の作戦を実行に移したのでゲス。名付けてうらら学園壊滅作戦。学園壊滅作戦とな。ちょいとした筋書きを用意しまして、学園に騒動を仕組んだんでゲス。私に喧嘩を売るつもりか。私を取り合った争いは、私って罪、
魔法で強そうな助っ人を出さなくちゃ。レオ投入。こんなにでかいのに。いいじゃない、一番上の兄ちゃんは罠で攻撃。うん、罠の前。消えた。さすがリーヤね、一筋縄ではいかないようね。チャチャも流されてたろ。人違いよ。二番目の兄ちゃんは木で攻撃。木の祈り。木が生えた。くそ、ひでえ目にあった。飛んでけ。消えた。真打ち末子豚、狼はこの子にやられる運命なのよ。ブーブーブー、ヒギレンガの三日月。巨大レンガ、巨大レンガが空から降ってくるぞ。クソ、ひげめに。いいよ、手やかの豚やっつけて。いや、最初からこんなの出すなよな。お前が怖がって。消えた。そこまでだ、チャチャ。なんだこの黒板消し。目がついてる。気持ち悪い。あー、バカモン。黒板消しとは世を忍ぶ仮の姿。真の姿は和解の貴公子、僕が様だ。扇風機よ、毒針を吹き飛ばして。扇風機とはチョコ台な。でとどめだ、チャチャ、立てましょう。チャチャ。うん。
プリンセス、ホーリーアーム。かわいい。ビューティーセレイアロー、バティカルシュが。狙いはチャチャぞ。学校など壊して何になる。愚か者め。ごもっともごもっともでげす。まあ、どこが当たんなるスパイでげして、チャチャのデータ収集が役目。それ以上の期待などさてはこれからが本格的で。さて、そうだったかな。貴様の言う本格的作戦とかいうものがどんなものだったか、このわしが思い出させてくれようか。それには及びませんでゲス。リアが助けてきた。チャチャさん、こいつが私より強くてかっこいいリヒアだと。こんな小僧に私が劣るというのか。失礼な、間違えるな。僕はシーネちゃんで、リアは壁を突き破ったこいつだ。こいつが冗談だろ。こいつより私が劣る。当たる、当たる。面白い。それではこいつを倒せば当然私の方がかっこいいというわけだな。ならば来い犬っころ。犬じゃねえ、俺は狼だ。うわっ、うわっ。貴様たちは世界一の剣の使い手、このキューちゃんを完全に怒らせてしまったようだね。全員死んでもらうよ。来るな。逃げろみんな。あ、私のベッド、私のベッド。寝不足になったらお前たちのせいだぞ。ふざけた女だ。やめろ！おかげで助かったわ。
ーパー X。 見てろよこれなんだこれ。なんなの？さっきとは別人、別動物みたいだわ。あなたお友達とは仲良くしなくちゃいけませんよ。先生、あなた先生の言うこと聞かないと命しますよ。お菓子魔女のクリームザンス、私より美味しいケーキを作るなんて許せないザンス。最初からお前を片付けておけばよかったザンス。世界一のクリームおばさんの5つ星料理ハウスのフルコース、たっぷり味わうザンス。今だわ。作戦とやらの手たらくしかと見せてもらった。いいえ、本格的作戦はこれからでげす。今までのは何なのだ。それは猫がネズミをいたぶると申しましょうか。余裕のお楽しみでげして、何が何して何とやらなんて。バカ者、一刻も早く茶々を亡き者にせい。でなければ代わりに貴様の首をかっ切ってくれ。やはり邪悪なエネルギーが天と地に満ちている。ただいま帰ってきたようですね。セラフィン先生、今日ね、速攻でね、
とマリンちゃんとヤッコちゃんとオリンちゃんとオス君とケイちゃんとパーちゃんとカッちゃんとサヤちゃんと待ちなさいチャチャ、順々に話しなさい順々に。だからね、今日ね、学校でね、キーヤとシーレちゃんとマリンちゃんとヤッコちゃんとオリンちゃん